こんにちはマッピーホトのエリナです今日はライトルームで被写体に反射しした色をを抜く方法をシェアしていいこうと思います以前フォトショップで被写体に反射してしまった色を消す方法の動画をアップしていますが今回はライトルームでのやり方です。写真を撮った時に背景や持っているものの色が反射してしまうこともあると思うのでその色を抜きたいという時は是非参考にしてやってみてください。 今回は白いシンプルなものに反射した色を抜く方法と、あとは少し複雑な。まあ、人物など白以外の被写体に色が反射してしまった時の場合で、色を抜く方法を見ていきます。で、このチャンネルでは、主にフォトショップやライトルームについて、基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では、ライトルームでやっていこうと思います。 まずシンプルなものに反射した色を抜く方法を見ていきますでは1つ目のマスクで被写体を選択するをやっていきますはいでは今回はこちらの写真を使っていきますこちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので概要欄に URL を載せておくので同じ写真で練習したい人は是非ダウンロードして練習してみてくださいで今回こちらの写真では2本のボトルの左側が特に このように壁のピンクの色が反射してしまっているのでこちらのピンクの色を抜いていこうと思いますではまず現像に行きますでまずこの白いボトル2本を選択範囲として選択していきたいのでマスクに行きますでは右上の点線の丸のマスクをクリックしますそうするとどのように選択範囲を囲みたいかというのが出てくるので今回は「被写体を選択」をクリックします そうすると自動で被写体の2本のこの本こボトルが選選択択範囲として選択されます。今オーバーレイを表示にチェックマークがついているのでこのように赤く表示されているのですがもしこのチェックマークが外れている場合はチェックマークをつけて選択範囲を確認してみてください。では2つ目の色相彩度で彩度度ででををすやっていきますではここから選択範囲の中の彩度を抜いて反射してしまったピンクの色を抜いていきます。 ではマスクが選択されている状態で右側の調整をしていきます。でこの中にあるカラーというところの彩度のスライダーを右にスライドすると彩度が強くなってしまうのですが、左にスライドしていくとこのようにどん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 彩度がなくなって反射してしまったピンクの色がなくなっていくのがわかると思います。ではこれぐらいにすると反射していたピンクの色がなくなったのがわかると思います。 では一旦ビフォーアフターを見ていきたいのでマスクの右側の目のマークをクリックすると非表示そしてビフォーがこちらそして離すとアフターでこのようになります。まあ、これで反射してしまったピンクの色は抜くことができたのですが元からある下の緑と青い線も一緒にサイドのスライダーを左にしたことによって消えてしまったので次にこちらを復活させていこうと思います。 3つ目のマスクの減算では下の線も復活させていくために作ったマスクからここの範囲だけを選択範囲外にしていきます。ではまたマスクに戻りたいのでもしマスクがこのように閉じている場合はマスク1というところをクリックすると開かれるのでその下にある「減算」をクリックします。 そしてどのように選択範囲外にしていきたいか選ぶことができるのですが、今回はブラシにしていこうと思います。ではブラシをクリックします。そして右上のブラシの設定があるのですが、まずサイズを少し小さくしてこの線ぐらいにしていきます。そしてぼかしながら塗っていきたいのでぼかしは100。そして流量と密度は濃く塗っていきたいので100にしていきます。 そして少しズームしていきたいので、シフトを押してクリックして右にドラッグしていきます。そうするとこのように簡単にズームすることができます。ではこの作ったブラシで復活させたいところをクリックしてドラッグして塗っていきます。そうするとこのように塗った範囲が選択範囲外になるので、青い線が復活しますで。あまりにも端の方まで塗ってしまうと元のピンクの色が見えてしまうので、まあ、左側は少し塗るぐらいでいいかなと思います。 ではこのようにして右側のボトルの線も復活させることができましたでは次に左のボトルも同じようにやっていきたいのでスペースキーを押しながらクリックしてドラッグして左に持っていきますそうするとズームしたまま動かすことができますそして左のボトルも同じようにクリックしてドラッグして復活させたいところを塗っていきますそうするとこのように下の緑の線も復活させることができましたではこちらもビフォーアフターを見ていくとこちらがビフォーで こちらがアフターです。消えてしまった緑と青い線を復活させることができました。では全体のビフォーアフターも見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。まあ、左側のピンクの壁の色の反射を消すことができて、あとは元からあるボトルのデザインの色も復活させることができました。 では次に人物などに反射した色を抜く方法を見ていきます。では一つ目の色が反射してしまった被写体を選択するをやっていきます。では次にこちらの写真で、こちらの壁の赤い色が被写体に反射してしまっているので、そちらを抜いていこうと思います。ではまず先ほどと同じように被写体を選択範囲として囲んでいきたいので、右上の点線の丸をクリックしてマスクに行きます。 そしてこちらも被写体を選択をクリックしますそうすると被写体を選択することができますで今壁も赤色でオーバーレイも赤色になってしまっているので分かりやすいようにオーバーレイを表示の右側の四角をクリックして別の色にしていきますそして閉じますそうするとこのようにきちんと緑色で被写体が選択されているのが分かるようになりますではこのようにして選択範囲を作ることができました では2つ目のトーンカーブのレッドグリーンブルーのチャンネルで色味を調整するをやっていきますそしてここから先ほどと違うトーンカーブを使って被写体に反射してしまった赤い色を抜いていきます先ほどと同じようにサイドをこのようにスライドして抜いてしまうとこんな感じで人物にはいろんな色があるので白黒になってしまいますなので今回はトーンカーブを使って赤い色を抜くように調整していきます ではマスクを選んだまま下に行ってカーブに行きますでトーンカーブについてはこちらの動画でアップしているのでトーンカーブの詳しい使い方など知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてくださいでここでトーンカーブをわかりやすいように上に動かしていくとこんな感じでマスクのところだけにトーンカーブがかかるようになります で今回は明るさではないので色調補正のレッドグリーンブルーのチャンネルを使って被写体に反射してしまった赤色を抜いていきますではまずレッドのチャンネルに行きますで詳しくはトーンカーブの動画を見てほしいのですがレッドの色を抜く時にはレッドのの反対の色を加えていきますこちらのレッドのチャンネルでは上に持ち上げるとレッド下に下げるとレッドの反対のシアンを加えることができます で今回はレッドを抜いていきたいので下のシアンを加えていこうと思いますでは少しだけ下に下げてシアンを加えていきますそして次にグリーンのチャンネルに行きたいのでグリーンの丸をクリックしますでグリーンのチャンネルでは上に持ち上げるとグリーン下に下げるとグリーンの反対のマゼンタを加えることができますで今回はマゼンタは結構レッド寄りなのでマゼンタの反対のグリーンを少しだけ加えていこうと思います では次にブルーのチャンネルに行きます。ブルーは上に持ち上げるとブルー、下に下げるとブルーの反対のイエローを加えることができます。でこちらはまあどちらでもいいかなと思うのですが、今回は少し温かみを加えていこうと思うので、少しだけイエロー寄りにしていきます。そうするとこのようになりました。では一旦ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。 まあ背景のレッドの色は抜くことができたのですが少し色味を調整していきたいので、まあ、また後からレッドのチャンネルに戻って少し調整してみたりまたグリーンのチャンネルに戻ってもう少し上げてみたりなど調整していきますそうするとこのように調整することができましたではこちらもビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターです 被写体に映ってしまった背景の赤い色を抜いて、まあ、自然な色に調整することができましたはい今回はライトルームで被写体に反射してしまった色を抜く方法を見てきましたまあ、実際写真を撮った時に壁の色だったりあと持っているものの色が被写体に反射してしまうこともよくあるのでぜひこのようにライトルームで色を抜いて調整してみてください で他にもライトルームで写真編集をする方法の動画はアップしていて再生リストにまとめているので気になる人は是非そちらもチェックしてみてください。Lightroom で被写体に反射してしまった色を抜く方法分かったよーっていう人はいいいねとチャンネル登録をお願いします見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。そしてまずこの白いボート